はい、さきでます。よろしくお願いします。今日はですね、NHK 局内でも被害報道、ジャニーズの治らない圧力意識という話になります。昨日ですね、NHK が報じたのは、ジャニー氏が NHK の局内でもプレデター状態だったっていう内容で、具体的にはですね、2002年にジャニーズジュニアが出演する音楽番組、ザ少年クラブに出演を希望していた当時高校生だった被害者が、NHK 局内でダンスの練習中にジャニー氏にトイレに連れ込まれて、っていう行為をですね、5回ほどやられたと。で、その後断ったら、それ以降仕事に呼ばれなくなったっていう内容のようです。で、それに対してジャニーズ事務所がすぐさま反応しまして、コメントを発表しました。被害者ではない可能性が高い方々が、本当の被害者の方の証言を使って、虚偽の話をされているケースが複数あるという情報にも接している。といった内容で、マスコミ側に対して告発内容を十分検証することを求めました。被害に遭ってもない人が被害を訴えてるっていう可能性があるっていうことなんですけど、こんな当たり前のですね、分かりきったことなんて、もし言うんだったら、もうマスコミに直接言えばいいことなんで、それをわざわざ公に公表しているっていうことは、これも一番の狙いは世間へのアピールかと思われます。要は今後もいろいろ出てくる可能性があるけど、事実とは限らないからねっていうイメージを与えたいっていうのが本当の狙いかなと。プラスですね、こっちの方が重大なんですけど、それと同時に報道規制をかけているっていう狙いも考えられます。つまり何でもかんでも報じるんじゃねえぞと、ちゃんと事実かどうか調べた上で事実だけを報じろっていう脅しですね。で、そう脅されてしまうとどうなるかって言いますとですね、その人が本当の被害者か嘘の被害者なのかっていう真相までは実際テレビではわからないわけなんで、実質報道ができなくなるわけです。その人が本当の被害者なのか嘘を言っている疑惑があるのかわからない状態での報道を規制するっていうのは、これはもう紛れもなく圧力ですね。ただテレビ側の本音としてはですね、そもそもそんなことお前んとこのトラブルなわけで、なんでそこまで検証しなきゃいけないんだっていうのがテレビ側の本音だと思います。ですのでテレビとしてはですね、その NHK の局内で被害に遭ったという被害報告があったっていうことはまあ事実なんでしょうから、そういう被害者が現れたっていうことに関してはその事実を隠すんではなくて報じることっていうのは、そのテレビ局としては普通の姿勢なんじゃないかなと思います。なのでそれを真実かどうかを見極めてから報じろっていう発想はですね、やっぱり未だにジャニーズ事務所のその圧力思考っていうのは抜けてないんだなと言わざるを得ないのかなと。そもそも被害者に対して法を超えた支援をするって公言したのはジャニーズ自身で、本来なら別に法を超える必要なんてなくて法にのっとってやればいいのに、カッコつけてイメージを優先させたわけです。法を超えるっていうのはおそらく金額面だったりとか、何かその時効面とか、あとは被害を訴えてきた人には、まあ真実かどうかの確証は取れなくてもできる範囲で対応するみたいな、なんかそういった話なんだと思うんで、それはジャニーズが判断したことですから、そうすることで嘘つきも殺到しちゃってわけわかんなくなるっていうことも想定できてたことなわけですし、そもそもそうなっちゃったのも、もう長年見過ごし続けてきたことの自業自得でもあると思いますんで、そこは自分たちで何とかせよっていう話のような気がします。ジャニーズはもう何十年にもわたって当たり前のようにですね、メディアに圧力をかけ続けてきたので、これが公然の圧力であるっていうことにすら気がつかない状態なのかもしれません。これはもう一回誰か危機管理に詳しい専門家か誰かがジャニーズに圧力のラインを教えてあげた方がいいと思います。圧力講座初級コースをしてあげた方がいいかと思います。では問題です。ライバルになりそうな男性アイドルグループが出てきました。さてどうしますか？排除する。ダメです、ダメです。それは圧力です。こんな感じになるかと思います。では第2問です。ジャニーズのタレントが事務所を退所しました。今後は個人で芸能活動を続けていくようです。さてどうしますか？干す。ダメです、ダメです。そんなもう洗濯物みたいに言わないでください。多分こうなるでしょう。と、まあこんな感じでですね、ジャニーズが堂々と圧力をかけている状況っていうのは、逆に言いますとテレビ局が攻め始めたからとも言えるかもしれません。先日 NG リストを最初に報じたのも NHK っていうことでですね、NHK はここのところ急に攻撃に転じたのかなっていう印象なんですけども、ただ未だにいまいち思惑がはっきりしないのがテレビ朝日です。先日の土曜日のですね、サタデーステーションでは当初予定されていました V6 坂本さんと TOKIO の城島さんがジャニーズ事務所について語るっていう企画がですね、急遽中止になって、そうかと思えばその翌日のサンデーステーションでは堂本光一さんの舞台公演前の単独記者会見っていうのを報じたんですけど、その記者会見が始まる前にですね、運営側が記者たちに対してルール説明をしている場面も放送したことで賛否が出たようです。この放送は自分も見てたんですけど、その時放送された場面のですね、その運営側が記者たちに対して説明してたルールっていうのは、質問内容に関しての主な3点
点でして、一つ目が引退も考えた自身の雑誌連載で語ったことについてっていうのと、二つ目がジャニーズ事務所の看板を下ろすことについて、三つ目が自身の今後の契約についての質問、この三つについては許可を出しますと、聞いても OK な質問っていうことですね。ただそれ以上の話になりそうだったら止めさせていただきます。それが今日の会見のルールということで従っていただければっていう感じで説明している場面が放送されました。でまず個人的な印象としてはですね、この会見って本来はその堂本さんの舞台に関する会見を予定してたんですけど、演者に子供が結構いるみたいで、そういった子役たちの前で何かそのジャニーさんの問題の質問をされると気まずいっていうことで、あとまあそういう、まあもちろん子役に限らずですね、その他の演者の前で舞台の話とあんまり無関係の質問ばっかりされるっていうのも嫌でしょうから、なので別で個人で改めて会見を開いたっていう経緯なんですね。なので本来は舞台のための会見ではありますんで、普通のケースだったら舞台と無関係の質問をしないでくださいねで終わるような話です。そういうルールはあって当たり前な感覚ではあります。なのでそんな中でまあこの3つに関してはですね、 OK を出してるっていうのはまあどもさんなりに譲歩してるというかサービスしてるなっていう印象ではあります、個人的には。ただこの場面を放送したテレ朝の意図っていうのはですね、やっぱりこの後に及んでまだこうやって記者に対してルールで縛ってるんだぜみたいな、まあそこまでははっきりとは言ってはないんですけど、本来使う必要のない場面をわざわざそうやって放送してるっていうことは、そういう意図があるのは確かだと思います。ただそう考えますと、前日は予定していたジャニーズ問題を飛ばしていたのにですね、この日はわざわざジャニーズのイメージが悪くなるような放送してるっていうことになるんで、まあ矛盾が出てきますよね。この辺がいまいち何考えてるのか分かりにくいところではありまして、あとこれまでジャニーズに関する報道っていうのはまず全体的にほとんどしてこなかったのにですね、この今回の NG リストの問題に関してはこれでもかっていうぐらい便乗してたりとか、けど他局が進めてる社内調査の放送みたいなのもテレ朝未だにやる気配がなかったりとか、ジャニーズの報道やりたいのかやりたくないのかどっちなんていうのが旗から見たテレ朝の状況です。でじゃあ実際どうなのっていうのはですね、まあ正確には分かんないんですけど、まあ、よくありがちなパターンとしてはですね、報道の部署としては本音としては報じたいんだけど、編成だったりとか、まあ、上から止められてるっていう、そこで意見が割れてるっていうパターンですね。もしそうだとするとですね、例えばサタデーステーションのその企画は上から潰されて、だけどその翌日の堂本さんの会見でのルール説明に関しては、まあ、それに対する何か報道側の小さな抵抗みたいなことを出してみたとか、社内調査に関してもですね、まあ、これまでやってきた NHK も日テレも TBS もあくまでも一つの番組の企画としてやってるだけなので、その場合ですと結局は他の部署の協力が必要なんですよね。 TBS だったら例えば報道特集なんですけど、今こういう企画を考えてましてアンケートに答えてくれませんかっていうふうに他の部署の人にお願いをしてるわけです。なのでそれに答えるかどうかっていうのは、その社内の局員のモチベーションももちろんありますし、ただそれだけではなくてですね、その報道の部署と他の部署との関係性とかも影響してくるんですね。いくら報道番組がやる気になってもですね、他の部署と仲が悪くて協力してもらえなかったら調査のしようがないっていうこともあり得る話ではあります。なので多分それに関しては未だにテレ朝調査する気配がないっていうのは、テレ朝はまあそういう部署ごとの仲が悪いのか、まあ大体どこの局も悪いっちゃ悪いんですけど、テレ朝特に悪いのか、まあもしくはまあ単純にやる気がないのかの、まあどっちかなのかなと。ですのでこれに関してはそもそもその一つの番組に任せるっていうよりは、局として調査しろよっていうまあ話だと思うんですけど、今のところまだですね、それをやった局っていうのはないので、まあいつやるんでしょうといったところですね。はい。ということで以上ですね、NHK 局内でも被害報道、ジャニーズの治らない圧力意識という話をさせていただきました。最後までありがとうございました。